ダービースタリオン3実況を始めていきたいと思います。キック牧場どうでしたか皆さん。有馬記念、僕は結論から言いますとね、負けました。いやね、ツアーワールドを注目してたんですよ。あの競馬ブログね、あのブーニャンと競馬ブログっていう競馬ブログやってるんですけど、そちらの方で穴馬としてね、ツアーワールドとサドノノブレス上げてたんですよ、2頭ね。そのツアーワールドが2着したんですけど、やっぱね、ゼンチルドンナあそこで買えないですよ。おそらくね、競馬長年やってる人はツアーワールドを買えててもジェンチルの方を買えなかったっていう人が多いと思うんですよね。僕はね、あのツアーワールドとゴールドシップの組み合わせは持ってたんですよ。ところがその組み合わせは50倍程度だったんですよね。それで今回ジェンチルとツアーの組み合わせが12,000円の万馬券ですよね。やっぱりね、このツザとジェンチルの組み合わせはなかなか買えなかったんだと思いますね。ゴールドシップとツザの組み合わせは変えても、ツザとジェンチルの組み合わせは買えなかったと。まあね、今情報化社会ですから、ツザワールドがね、やっぱり思った以上に人気しましたね。菊花賞で惨敗してましたけど、有馬記念9番人気、まあやっぱ人気してしまいますね。それでやっぱゴールドシップと組み合わせが50倍っていうのはやっぱ安いですよ。だからね、クロートはね、クロートっていうか、競馬長年やってる人はジェンチルとの組み合わせは買えなかったと、そういうことだと思いますよ。やっていきましょう。はい、さてやっていきましょう。忍者ハトリくんですね。スプリンターズステークス2連覇したと。春のだから目標は安田記念になりますね。マイルの G1 取ってほしい。あと1勝で殿堂入り可能なんで、目標はね、あと G1 一勝ですね。やっていきましょう。まあ冬場はね、出すレースないんですよね。まあ、こういう時にね、ダートの地方重賞でもあれば選択肢が増えるんですけどっていう話をしたら、前フリーズしましたよね。園部さんの呪いか知りませんが、マジでこれまた園部さんの呪いじゃない。こんなことってある？そんなデジャブだよね、軽くデジャブやん。参ったな。というわけで繁殖牝馬見ていきましょうか。牧場もそろそろ拡張したいですし、そういえばね、競馬ブログの方でもゲームブログの方でもそうなんですけど、最近ね、爽快キックっていう名前を検索してそのブログにたどり着いてくれる方がね、結構いるんですよね。なんかね、嬉しいですよね。そんな知名度上がったっていうかね、今までそういうのはなかったんで、爽快キックで検索して、爽快キック有馬記念予想で検索して、なんか競馬ブログにたどり着いた方もいるみたいなんで、なんかびっくりしましたね。なんか少し嬉しいというか。有馬記念の予想の方はね、競馬ブログでしてたんですよ。予想大会やってて、友人たちとなんかコメントでやり取りしてたんですけど、みんな外しましたね。もういつものことなんで、有馬記念外すのはみんな外してました。3人でやってたんですけどね。だからブーニャンと競馬ブログっていう競馬ブログをリンクさせてますんで、なんて言ったらいいのかな、情報ページの方でリンクつけてますんで、そっちの方でちょっと知らない人はね、飛んでいってみてください。まあね、最近あまり更新してなくて、まあアクセスの方も少なくてね、投げやりな態度なんですけど、おそらく金牌もね、やらないんちゃうかなと思うんですよね。ちょっとね、まあ、今年はね、負けてしまったんで、全体的な収支も 70% 切ったんじゃないかな、おそらく最後ね、有馬記念で負けて。去年は一応プラス収支だったんですよ。だけど今年は負けたんで、来年金牌1月4日かな、来年はどうでしょうかね。またフェブラリーステークスぐらいから始めようかなと思ってるんですけどね。ダビサですね、やっていきましょう。というか服部くんが骨折してしまったんで、やることないですよね。
エアキス、メルティングポイント、これベガのお母さんじゃないかな、確かよく覚えてないけど、これはね、ただ異形血統ですよね。どこの血統なのかな、これドイツとか、はい、わからないですけど、1億9000万円、買いましょうか。これでトニービンつけたらベガの再現中ちゃうかな、ちゃうかな、違うかもしれませんね。買いましょう、いくらで買えるかな。止まれ止まれ止まれ、2億5000万ぐらいだったら買えるよね。何歳やったかな。よし、連射、よし、2億7010万円、9歳ならいいでしょうね。よし、残るは3億円、まだ3億円残ってる。これで種付けが楽しみですね。メルティングポイントってモデル何だったかな、これも期待したいんですよね。魔法使いサリー、ゲームブログのね、表紙っていうかガッチャマンにしましょうかね。ガッチャマン、ダラダラダラ、違うかな、ガッチャマンの歌じゃないから、ガッチャマン。ガッチャマン、科学戦隊火の鳥だ、俺は、違うかな、全然違うかもしれない。ガッチャマン、7万1000万、微妙だね。まあでもね、どうしようかな。東証ルチェで出たんですよね、忍者ハットリくんが。底力 C ですよ、 C なのに根性ついてたっていうね奇跡の間ですよ、ハットリくんは。ござるござるよ、ハットリくんは。ちょっと備前錦でね、いい馬出したいんですよ。生だったっけな、備前錦。忘れてしまったな。これか、320万もするに。出ると思うんですけどね、こっちの方が強い馬。メルティングポイント、これトニービンつけたいですね。トニービンでいいのかな、本当に。あ、でもしゃあないんで、ノーザンテイストをつけましょう。面白い配合ならないね、文句のない相手。まあこれが基本ですから、高額繁殖牝馬に安定 A のね、高額の芝をつけるのは基本ですからね。一番簡単な方法なんですよ、強い馬を作る。まあ面白くないんですけどね、そんなやり方で強い馬作ってもね。さて、やっていきましょう。服部くん、まだ治んないの？受胎してるよね。OK。あー、不受胎。服部くんが、まあ、こうなったら秋の G1 に挑むしかないのかな？安田記念は無理ですね。なんで、スプリンターズステークス3連覇を狙うしかないという感じですね。全然治らんやひどいな、また予後不良にはならんといてや。ちょっと重症やね引退させようかな、引退させましょうか。もうちょ、これ厳しいよね。治った。最後、引退レースか分かりませんけど、スプリンターズステークス狙いましょう。マイルチャンピオンシップとこの2レース目指しましょうね。まあ、それで最後ですね、この忍者ハットリくんは。あとはメルティングポイントの子供に期待ですね。いきましょう。このまま、ね、体質弱いって言われてないんで、それにしたら怪我しすぎだな、はっきり言って。今何週や、11月1週、マジで
ちょっと旧仕上げになりますね、マイルチャンピオンシップは。プールなんかしてる余裕ない。ダート汗いっぱい。やるしかないね。やるっきゃないよ。やるっきゃない。3周、来ました。まだ重い。この前510キロだったかな、ベスト体重。そうですよね。お、いい感じやね。よし、最高。これで輸送なんでマイナス4キロか6キロになるんでちょうどいいでしょう。いいね、調整ができましたね。期待です。まあ、休養明けなんでね、これ叩いてスプリンターズステークスが狙いですからね。入れ込んでるかな、入れ込んでるかもしれない。あ、入れ込んでない。休養明けになりますが馬体はできてますね。いい感じですね。うん、この印なのままで、まあね、バンビーメモリー先行ラブリー、まあ、先行できましょう。スプリンターズステークス3連敗やね。まあその前にマイルチャンピオンシップと期待しましょう。まあ、31日しましょうかね。 PS ダビサキュッキュね、1日でクリアできるか。おそらくね、1日といっても朝からやるわけにはいかないんでね、お昼ぐらいからやることになると思うんで、12時間ぐらいですかね。あの夜のだから12時、1月1日に変わる瞬間までやっていって、そこをそれまでにクリアしたら挑戦達成ということにしたいんですけど、どうですかね。ダビスタってそんな早くクリアできるもんだったか覚えてないんですかね。ああ、伸びろ伸びろ伸びろ、競り合い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 、ああ来てるけど競り合い、ああ来てる来てる、いけいけいけ、ダメや。あ、でもこれスプリンターステークス、ステークス期待できますよ。3連覇の可能性もあるね。十分ありますよ。十分あります。狙います。体調崩すなよ。よし、いい感じやね。故障するなよ。あ、マジで来ると思った。これ多分こうなると思ったんだよね、経験的に。やっぱりこれダメだ。あ、盛り上がったと思ったのに。この調子で出しましょう。この調子で出しますよ。もうこんなもう目指してたレースですから逃げることはできませんよ。調子が悪くても使わなきゃいけない時あるんですよ。勝負しなきゃいけない時あるんです。出来が悪くてもね。それが男の戦いだよ、服部君。それが男の戦いだよな。終始ないね、やっぱり。引退レースかな。まだ走りそうだけどな。マイルチャンピオンシップの走り見たらまだまだ走れそうだけど。これで勝ったら奇跡だけど。無理や。スタートからして鈍いね。あ、これ厳しいな。あ、いいところなしだなこれ。上がってけ上がってけ。無理だな。伸びないね。伸びませんね。あ、この調子でレース出したらダメなんですよ。この調子でレース出したらダメですからね、はっきり言って。3連覇ならず、しゃあないよ、出来があれじゃね。
まだね、来年8歳。来年8歳ということは、今の年の年齢の数え方で7歳なんですよ。なんでまだやれないことはないと。まだ、あと1勝で殿堂入りなんでね、もう少し現役続けましょう。というわけで、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。